はい、こんにちは、こんばんは。はじめまして、りなです。はい、今日はですね、そうですね、親からなんですけど、誕生日プレゼントを、もらいました。なので、それの紹介をしたいと思います。なんか、めっちゃ毛が。はい、誕生日プレゼントをもらったので、親から誕生日プレゼントをもらったので、紹介したいと思います。だいぶ早い誕生日プレゼントをいただきました。はい。なので、私の誕生日が4月なんですけど、そうですね、もらったものが結構あったかいものなので、はい。だいぶ早めの誕生日プレゼントということで、はい、ドッキリ的な感じでいただきました。で、もらったものがですね、こちらです。はい、マイメロディーの、なんていうんですかね、これ、ちゃんちゃんこでしたっけ、なんかそういうやつなんですけど、はい、パジャマとかの上に着たりとか、うちにいる時に、部屋着とかパジャマとかの上に着るようなやつですね。デザインは、こんな感じで、結構もうマイメロちゃんがいっぱいいて可愛いみたいな感じですね。はい。で、そうですね。じゃあちょっと着てみたいと思います。はい。ということで、今着てる服の上に、着たんですけど、こんな感じですね。はい。だいたいこんな感じで。はい。結構ね、着ると、すごいお相撲さんかなみたいな感じぐらい大きい感じに見えちゃうんですけど、でも本当にこれあったかくて、なんていうか、作業してる時とかこれ着たりしてるんですけど、もう体育座りで、これでもう、これがもう毛布みたいな、布団代わりの感じにもなるんで、こう寝たりとか しながら、編集とかやったりとかしてますね。可愛いだけじゃなくて、めっちゃあったかくて、はい、気に入っています。はい、ということで、値段はちょっとね、誕生日っていうかプレゼントなので、調べないでおくんですけど、はい、もし、これ以外のデザインにも結構マイメロちゃんの、はい、こういうやつあったので、はい、マイメロちゃん好きな人とか、可愛いものが好きっていう方は、一つ持っててもいいかもしれないです。はい、誕生日プレゼントありがとうございます。もうすでにですけど、大事に使ってます。 ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画がもしもいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、以上りなでした。さよなら。